本当にありがとうございます。もうめちゃめちゃ嬉しかったです。めっちゃドキドキしてたんですけど、ちょっともう本当に疲れ果てすぎて12時には寝ちゃってたんですけど、いやもう本当に途中で起きて、夜中起きてめちゃめちゃ嬉しかったです。ほんまにみんなありがとうございますもう最後はもう結構ドキドキはしてたんですけど、皆さんの答えに期待に応えられるようにこれからも頑張りたいなって思います。嬉しかった。皆さんが本当に毎日拡散してくださったおかげで1位になることができました。今日は部屋着です。最近寒くてこの部屋着すごくハマってます。みんなが本当に1位にさせ1位が取ろうねって言ってくれてて、めちゃめちゃ頑張れました。なんか背中押されました。なんか途中でもう本当に何もできないからもう私がなっていいのかなとかいろいろ思ってたんですけど、皆さんのおかげで頑張ろうって思いました。皆さんあとお話し会もね受付中なので、キューブがやっぱ皆さん来やすいのかな、すごく人気で。見える？あのね、ありがたいことに2月の話し会はもう全て受付終了になってて、めちゃめちゃ嬉しい。それも本当に嬉しいです。3月はねギャップデーとかありますよ。アニマルデーのうさぎちゃんはバニーガールを着るので、皆さん楽しみにしててもらいたい。あと最終日も CA だけ残ってるので、キャビンアテンダントぜひ見に来てください。本当にびっくりするぐらい嬉しいことに受付終了も出てて、選抜も諦めたくないなって改めて思います。あと惑星ループも6万回再生いっててびっくりしました。ありがとうございます。もう皆さんのおかげじゃん本当に私何もできてないじゃん。本当にありがとうございますそう本当にいろいろ本当に皆さんのおかげでもうありがたい。惑星ループ本当に5万回いったらいいなとかで思ってたので、こうやって6万回って今からだからね10万回今目指してます嬉しい、本当に嬉しい。デグマッチョは全然しますよ、お話し会でも。いや嬉しいです。嬉しいこといっぱい。なんか本当に1月はぼーっともうなんやばい、なんも終わりすぎてどうしようどうしようってなったんですけど、皆さんのおかげでもしなんかくじけず頑張れました。10万回目指します。10万回私動画とかで10万回とか行ったことないから、ちょっと夢でもあります。全身タイツのお話し会全然ウェルカムですよ。セールプ皆さんが見てくださるからコメント欄とか見るのもすごく楽しい。レポートは全部終わりました。2日前ぐらいにおはうそうですね最近終わりましたね多分トゥードリストにはなくなりましたあとは成績待つのとゼミを決めるのぐらいですかね。ありましたよ、レポートも無事。長かった今日初めてゆなちゃんの夢見た。本当めっちゃ嬉しいんだけど、もうもう本当にレポートなんか意外とギリギリだった。全部ちょっともうちょっとプルプルにしたい。感想が
がとう。ゆえ直しの8期生、ジャンルで来てほしいですね。みひちゃん、さくちゃんもかな、わかんないけど。レポートでもいつの間にか終わってましたね。なんか十何個とかいろいろ言ってたけど、なんかなんとかなりました、うん、踊ってみたら本当に惑星ループ嬉しい。たくさん皆さんに見てもらえて、ラジコも見てありがとうございます。今日も夜リピート放送あるので、ジャンレディは見てください。リアルお話し会もありますし、楽しみ、いろいろ楽しみがいっぱいだ。四国のチェイサーの話しか撮った、本当この前やっと干しました、四国のチェイサーの服初めてお話しか一枚だけ、嬉しい、投票もしてくれ嬉しい、初めましても全然ウェルカムです。一枚からでもいっぱい話しましょう。CA 申し込んだ、お、キャビンアテンダント、なかなか空の旅行けないですからね今ね。あ、ちょっと髪の毛切りました、わかんないねごめんなさい、フリスク食べてるんですよ、なかなか噛めないんですよね。漆黒のチェイサーは全身タイツの中にあのスポンジみたいなの入れてるんですよ。そう、マッチョのスポンジみたいなの入れてて、だからごつくなります。この前台湾グルメ紹介してゆいの食べっぷり見て、嬉しい。それあれですよね、あの耳寄りデッセンのコーナーですよね。めっちゃ嬉しいです。トントントン、そう、ママがパルのご飯作ってます。そう、肩パッドみたいなの入ってるんですよ。そうなんです、中にいなんスポンジを入れてて、あれだからごつくなってるんですよ。ほんまにめっちゃテンション高い、テンション高い、めっちゃ読めてないほんまにめっちゃ高いテンションでゆいなちゃんのお話し会いっちゃいそうで申し訳、全然来て。お話し会の時私基本めちゃめちゃテンション高いんでめっちゃウェルカムですよ。スーパーヒーロー、そう、ムキムキ感、そうでしょ、マッチョみたいなスポンジ入れてます。久々に来ました、ありがとう。あ、そう、 J も今投票期間なので、皆さんよろしくお願いします。でも私が一番目指してるのは選抜とミュージックビデオなので、ナンバトルいろいろなジャンルがありますが、それは絶対に取りに行きたいです。初出口の書類ありがとうウェルカムウェルカム、投票したら嬉しい、ありがとうね。確かに久しぶりのお話し会だから緊張するかな、ドキドキですね。誰に会えるんだろう、楽しみだな。投票ゆなちゃん一択しかない、嬉しい。でも本当にケマトスのアンバサダー皆さんがたくさん投票してくれたのめっちゃ嬉しかったな、めっちゃ嬉しかった。リップは今日は持ってきましたよ、これ宮脇さくらさんの新しいプルーブジェリーティントの、今日は2番をつけてます。これ全種類持ってるんですけど2番を今日はつけてます。上からディオールのグロス重ねてます。これは卒業された太田ゆりさんにいただきました。その2つを使ってます。今日はすっぴんなんでね、ちょっとピンク目のリップで使ってます。
お話し会前毎回緊張してお腹痛くなるのやめた。緊張しなくていいよ、しなくていい、しなくていい。デュオルのクロスめっちゃプルプルになります。ちょっと重ためですね。だからマスクにはちょっと合わないかもしれないですけど、めちゃめちゃプルプルになります。これマスクにはちょっとだけついちゃう、普通に。でも重ためです。これ持ってるのかな、みんな。015番です。皆さん恵方巻き食べましたか。今日節分だって。おじいちゃんのお誕生日でもあります。保湿めっちゃされる。でもなんかあのピリピリするやつあるじゃないですか、ディオールのやつ、リップで。それではないみたいだから、そっちの方が保湿されそう。ホクホク祭見ましたよ。ホクホク祭の方、海外のファンなんですけど握手会に日本語で頑張ります。嬉しい、 Thank you。 でもいろんなその海外の言葉も教えてほしいです。ホクホク祭ちゃんとあの方位磁石で調べて食べました。ホクホク祭じゃないの、ホクホク祭、ホクホク祭か。ホクホク星、ホクホク星です。あれコメントホクホク星って書いてなかった今、あれおかしいな。ホクホク星、ホクホク星、ホクホク星。ホクホク星です。白菜みたいです。確かに私イエベかブルベかは分かんない。ピンクのピンクメイクもするしオレンジメイクもするので、イエベ春ブルベ夏ぐらいかなと思ってます。ポクポクタ、お話し会申し込んだ、ありがとう、嬉しい。追加ブース目指します。追加部数になったら漆黒のチェイサーもう一回したい。カビゴンもしたいな、ラビゴンか。最近ラビグルメ行けてないんですよね。でも、まあ、ストックあるんでちょっとそろそろ出していきたいなと思ってるんですけど、ギフトは投げられないようにしてます。今はあのナンバトルの選抜に本当に入りたいので、そっちの投票を皆さんに負担かけちゃうっていうか、わかんないけど、なんかもしそう負担をかけちゃうようだったら違うところではみたいな、ちょっとなんか言葉難しいんですけど、投票にして今は有料のギフト投げていただくことも嬉しいんですけど、ナンバトルの愛の方に温めていただけたらなと思って今は投票の画面にしてます。本当に選抜に入りたいのでちょっと集中したいなって思ってて、なので皆さん愛の投票が始まったらぜひ投票してください。よろしくお願いします。ミュージックビデオ出たことが、全員のミュージックビデオでしか出たことがないので、私はそろそろなんだ、全員なんか選ばれたミュージックビデオに出たいって思います。ナンバトルが終わるまではショールームは投票機能で行きたいかなって思ってます。個人さんの YouTube を見てくださってありがとうございます。皆さん頑張りますよ。
ちょっと前なかなかうまいこと体が動いてないんですけど最近は。でもできる自分のペースでできることはしていきたいと思ってます。関西こいこも見てくださってありがとうございます。確かに千秋楽とかはねちょっとだけそうしようかな。じゃあ握手会のコンビニ新電子でどういうことっていうのは、私のなんだろう、セブンイレブンとかで縛りを作って、なんかまあ基本朝のツイートになっちゃうんですけど、朝のツイートでとか、まあ次前の日の夜のツイートとかでセブンイレブンで新作のクッキー明日食べますみたいな、お話し会で食べますって言って、そこで私がそのコンビニの商品をお話し会中に紹介するんですよ。その商品はお話し会中でしか紹介しないラビグルメになっていて、でそれを当てに来てくださってもいいですし、それを知りに来てくださってもいいっていうコーナーです。前の日にしますね。じゃあな感じですね。オンライン話し会初めてなので緊張しるけど楽しみ。緊張しなくていいよこんな感じです本当に J シャブン結構好きですよ私。チラチラチラ、なんか最近はずっとリハーサルをやっております。ちょっと筋肉痛。全然お話、そう初めての方でも全然大丈夫ですよ。事故らない自信めっちゃあります。そうポイント一番貯めてるのはファミリーマート。セブンのふなんかママがなんか生チョコのなんか買ってきてたけどな。マシンガントークですよ。お、久しぶりにショールーム嬉しい。リハはねでも覚えれてるかなっていう心配の方があるかも。結構振り覚えは早いんですけど振り抜けていくのも早いので復習しなきゃなと思いつつ本当に事故らない自信ある。私が一方的に喋っちゃってるからかもしれないですけど、アイコン、そうインスタとかなんか先に DM とかくださってたら結構わかるかも。ドーナツ、味噌食べましたよ全部。楽しかったな、ミスドミュージアム。ミス…ん？うん。ワン！パルー。ご飯食べたでしょ、パルちゃん。そう、私勉強以外記憶力いいんですよ。立ち位置とかすぐ覚えれるのに、なんか勉強だけは記憶力悪いんですよね。なんでやろ、わかんないわかんないわかんない。眠くなってきちゃった。なんか今日ずっと最近すごい健康的にはなってるんですよね。お話し会3時外れた。4時あるので追加会えなくなっちゃった分会いましょう。
カップラーメンはね昔行ったことがあったんですよ。パールはどっか行っちゃいました。あまりさっきからいないんですけど。はじめまして、ありがとう、まさしーさん。今気づいた、お久しぶり。ラビゴンと漆黒の対抗するコスプレなんかあるかな。わかんない。最近は皆さん何してますか？あ、ピカチュウありね。いっぱい喋ろう、いっぱい喋ろう。なんかもうさ、喋ってなさすぎて何から喋ればいいんか分かんない。それ状態です。そうですよ、家ではこんな感じですよ、落ち着いてますよ。最近仕事しかしない、大変だ。みんな、あーそっか、キューブしか入れないのに。いやー、そうですよね、自分で10部増やすか。就職の面接の準備、就職の面接の準備、大変だ。みんなでも仕事だよね。体には気をつけてくださいね、ほんと。風邪ひきやすい時期になってきてますしね。今回今までで一番話し会取ったって嬉しい。愛を感じる。ゆいなちゃんが思うゆいなちゃんの魅力。笑顔かな。フィンランドから撮ってくださったんですか、めっちゃ嬉しいんだけど。フィンランドめっちゃ行きたい、私もう海外行きたい。フィンランドいいな、フィンランド行きたい。でも寒いんだろうな。フィンランド平和っぽい、平和にか見える。ケイティの前髪見たよ。関西から撮りました、最高です。オーロラ見たいな、人生で一度でいいからオーロラ見てみたい。大阪からお話し会参加します、ウェルカムです。嬉しい。日本から撮りました、最高です。ブラジル、そうでしょ、四国香川から撮りましたって、最高です。東京から参加します、最高です。みんな最高。愛知県から参加します、最高です。ね、話したいこと多すぎる、わかる。それな。でも私の夢は47都道府県を生きてる間に行くことなので、あと何県行けるんだろう。でも北海道行ったことないんですよね。本当に可愛すぎる、どうしよう、嬉しい、ありがとう。千葉、夢の国行きたい。
そう、北海道食べ物めっちゃ行きたいんですよ。海鮮めっちゃ食べたい。四国でうどんの旅もしたいな。うどん巡り的な。夢の国、中学3年生から行ってない。最近しおりさんとめっちゃ喋ります。四国のチェーンさんめっちゃ見てくれてるじゃん。でもなかなか最近お出かけできないからね、難しいですよね。アイスは別腹ってお店あるんですか？調べよう。聞いたことある気がするけど。ウィンク千秋楽か。そっか。皆さんのウィンクの好きなところも募集しています。眠くなってきちゃった。今日も結構朝起きるの早かったから。千秋楽だって悲しい。全然公演してないからめちゃめちゃ不安だけど。嬉しいお話し会。配信見てね。千秋楽、千秋楽やだね。さっきも DMM ちょっと見てたんですよ。私のキャプテンもラストです。ウィンク終わるの寂しいに決まってるじゃん。ラストのアリ決めてないですね。歯のアリは決めてますよ。ラストは決めてないね。えもうでもなんかすがすがしくも終わりたい気持ちで。リーダーがラストですって。1年間泣きません。ラストアチョーですよ。ねえ、本当にウィンクが一番今までのアイドル人生で一番成長できた気がする。それは実感なうです。頑張るよ。皆さん DMM でぜひ見てくださいね。また DMM メンバーもね、たくさん出てくれた2人を選びました。今回トーク交流したかな、わからん。マイティとアーノンが出てくれます。
ちゃんラブ、私もラブ。よし。今までで一番ハマってるゆなちゃんね、嬉しい。やったん。投票機能にしてるのはナンバトル2の選抜入りを目指したくて、それに集中したくて今投票機能にしてます。有料ギフトとかを皆さんに、なんだろう、そういうのじゃなくて、まあ難しいんですけど、リアルでお話しかけたいね。リアルもあるからね今回。いや本当にナンバトルで選抜メンバーにのチャンスがあるってことは本当に大きいことだと思うので、すごい頑張りたいなって思ってます。よし、そろそろ終わろうかな。皆さん、なかなかショールームとかできてなかったんですけど、こうやって見に来てくださってありがとうございました。お話し会、オンラインお話し会、明日の12時までやってるので、今のおすすめはうさぎちゃんのバニーガール、3月13日のうさぎちゃんのバニーガール、3月12日のストリート系はなかなか見れない格好になってるのかなって思ってます。あと CA も、幼稚園児とかもおすすめですよ。放課後デートは制服着ます、ブレザーです。おでこペシペシはおでこ出します。そんな感じです。うさぎちゃんも追加してください。よし、うわ、みんなと喋れて楽しかった。そろそろ終わりたいと思います。デコペシペシも見に来てね。お誕生日ももちろんお祝いします、させてください。では皆さんありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。